PDF e x t a シ h e MC は、カナダのトラッカーソフトウェアプロダクツリミテッドが開発しているポータブルドキュメントフォーマットファイルの編集、加工、閲覧を可能とするソフトウェアシリーズである。タブ切り替え型の PDF ビューアーで同時に複数の PDF ファイルを表示することができる。日本語他の多言語に対応。フリーウェア。軽快で多機能な PDF ビューア。 テキストの挿入やハイライト、図形やオリジナルスタンプの追加、フリーペイントなど簡易的な編集ができ、スキャナーで取り込んだ画像から PDF ファイルへの変換や任意の画像を挿入できる。英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の OCR 機能やウェブブラウザ拡張やシェル拡張などの機能を備える。また、気象用に限り無償の PDF、 エクスタ・シェンジ・ライトが付属。PDF、エクスタ・シェンジ・エディターの機能に加え、作成および入力可能なフォームを編集できる。気象用に限り無償。PDF 仮想プリンタ PDF、エクスタ・シェンジ・スタンダードのカニ版。ほとんどの Windows アプリケーションから直接読み込んで新しい PDF ファイルを作成できる。PDF 仮想プリンタ。 テキスト検索可能な PDF ファイルを作成できる。MicrosoftOffice のツールバーアドインと Office に PDF のバッチ変換ユーティリティが含まれる。PDF エクスタシェンジスタンダードと PDF エクスタシェンジエディタープラスと PDF ツールズのすべての機能が含まれる。フリーウェア。PDF ファイルが閲覧ができる。他に注釈の入力が可能。 アノーテーションの一種であるフリーテキストは文字を追記したように見える。矢印、囲み線や規定のスタンプを押すこともアノーテーション機能である。PDF 本文を作成するにはベッドライセンスの購入が必要。同様の機能のフリーウェアにフォックスとリーダー等がある。2016年3月23日に V2.5317 を最後に開発を終了し、後継として 上位互換の PDF、エクスタシェンジエディターに置き換えると発表されたものの、その後も PDF、エクスタシェンジエディター等の更新に合わせて、更新されていたが2021年現在、V2.5、3 2 2 1例以降は、更新されていない。ありがとうございます。